皆さんこんにちは、篠崎愛です。この度 YouTube を始めることになりました。今日は私がなんで急にこう YouTube を始めることになったかとか、あとはどんなチャンネルにしたいかとかを話していけたらと思います。前から自分自身も YouTube をよく見てたりとかして気になってたっていうのもあるんですけど、一番きっかけになったのはやっぱりファンの方からコメントとかいろいろで、なんかこう YouTube やらないんですかっていうお声をいただいてたりして、そうだからずっと気になってやってみたいなとは思いつつ、でもやっぱり本当にやっぱ大変そうだなっていうイメージ、印象、そうで、もう不安なことが多すぎてどうしようってずっと悩んでて、でも本当になんか悩んでても始まらないし、そう何もできないと思って、だからちょっと今回勇気を出して始めてみました。はい、このチャンネルでやっていきたいことは、すでに歌のねカバーの動画とかを上げさせてもらってるんですけど、私自身が、歌うことだったりとか、あと食べることが好きなので、そういう自分が好きなことをどんどん上げれたらって思ったりとかしてるんですけど、なんかこんなことやってほしいなとかあったら教えてほしいです。はい、なるべくたくさん頑張ってあげたいなとは思ってるんですけど、まあ最初は自分のペースで、最初はっていうか最初が肝心だよね。できるだけ頑張って更新していければと思ってるので、お暇な時、時間ある時でいいんで、このチャンネル見てくれればいいなって思います。ってことで、ちょっと短いんですけどこんな感じで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。ちょっと一人で喋るのって本当に大変やばい。今これ自宅で撮ってるんですけど、雨降ってて自然光で本当は撮りたかったんですけど、全く日が入らないという事件が起きて、どこが一番、本日は洗面所からお送りしました。ありがとうございました。また次回。